はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回も投手で黒金でやっていきます。で、今回はサナちゃんを使っていきましょう。強化されたみたいなので、どんなものかというのをちょっと試していきます。コツは打たれ強さと低めなので、立川サンタの骸骨になりますね。で、また風薙くん借りてルナちゃん入れて、クレセントムーンなんとなく取りたいので水木ちゃん入れてますと、あと虹谷でやっていきます。で、練習はコツが来てるね。いいね。あれ、そういえばさ、ルナちゃんは星3で告白イベントが発生するけど、サナちゃんも同じでいいんだっけ。もうサナちゃんもね、実際これ使うの2回目なんで、一番最初サナちゃんが登場した時にお借りして借りて以来全く使ってないですからね。で、サナちゃんもあれだよね、選手兼彼女キャラだから別に普通に評価を上げていけばいいので、お守りはだから持ってきてないですね、二股ですけれども。お、またコツ、風薙くんか。水木ちゃんは取ったっちゃ取ったからな。これはここにしましょう。低め、低めはもう取れるかな。水木ちゃんはね、本当にね、体力持っていかれるんで、そこら辺のいいアイテムが売ってるかどうかだよね。8月の3週でこの体力量でしょ、4週練習して9月の1週で金儲けで、二股でやっぱりね、デートは2人とも完走させたいんで、基本的に1ヶ月って4週間あるじゃないですか。2回練習して1回デートして1回金儲けっていう形になりそうですね。ここはまた風薙くんか。低めをね、さすがに5で掴むのはもったいないんですけども、あ、いけるね、やっぱ安いね、低め。で、打たれ強さはどうだろう。今回精神キャラがね、サナちゃんいるんで足りなくなることはなさそうだけれども、筋力ポイントがね、どうしても足りなくなるよね。虹谷の休息しかないんで、技術精神はね、大丈夫だと思います。と、あとはやっぱり黒金はね、金儲けを金儲け、そこが面白いところでもあるんですけど。またゆかり様か。マジ流出しかしてないからな。200円か。ここでさ、いきなり200円失うのでかいけど、やろう。ゆかり様、マジ頼むよ。おー、オッケーオッケーオッケー。でかい。これはでかい。ここでもう500円以上あるのはマジでかいぞ。で、立川。これはまたちょっとクイックを取っていきましょう。で、ルナちゃん、まだ自己紹介か。購買部を除いて、だからチームメイト評価が上がるものがあったら買っておいて、井戸端が起こったらコツコツくん人形って何あ、なんだミート対応か、対左か。あ、対左が売ってんだったらサナちゃん対左を取っても良さそうだけどね。どうする。せっかくだからっていうのもね、あったんだけどね。スカウトさん評価1回上げとこう。金はあるんだ。2つか。2つ取ると4までいけるんだよね。一応ちょっと買っとこう、1個だけ。取れるね、コツの量も多くなったみたいなんで、対左を取るか先手筆奪を取るかはちょっと見ながら決めていきますか。5回目のね、選択肢で変わるみたいなんで。じゃ、スカウトさん評価ってさ、今出会ったのにさコツが来てるんだよね。ルナちゃんとサナちゃんの評価があんまり上がってないんだよね。いや、でもコツは重要だよね、やっぱり。
優先度としてはコツ、彼女キャラの評価かな。おお、補充された爆買いしたからな。爆買いしたと、あ、新流石いいね。あとはこんなもんか。ちょっと130円系は今のところ手は出せないよね。変化球もう来てるね。立川か、立川かとはいえな。ちょっとルナちゃんやろう。ワンタックだったらまだ前半は評価を上げていきましょう。そしてまた金儲けの時が来たけど、ここでねルナちゃんのね評価が上がらないっていうのもねちょっと悲しいよね。上にするとむしろ下がるからね。300円あるからな。ここはまあ普通に行くか。宝塚とバイトだな。うんうん、オッケーオッケー。これは普通だよね。体力が体力がなくなっていく。あで、みずきちゃん金徳っていうかクレッセントムーン関係は体力奪っていくんですけど、こっちはね体力回復してくれるんで、まあそれはいいかな。パワースナック買おう。で、可愛いなんちゃら系は必要ないのと、10円はとりあえず買っておいて、スポーツジムチケットは買う。あ、これだけか。もういいや、金貯めておこう。変化球。ルナちゃんはまあ乗ったっちゃ乗ったか。乗ったっちゃ乗ったけど、サナちゃんがいないんで、タッグを組んでいきましょう。DVD 系はね、ちょっと使わないからね。どうしようこれ。モテモテいらないからね。声を張るか。一番下は体力減るからね、13。うん、まあ筋力しかくんないけど、筋力は不足するんで。あ、そうだこれあれだ金は減るけどマイナスにはならないんだ。あ、サナちゃんいるね。これはまたじゃあ変化球やっていきましょう。今回金はまあ溜まってるね。で、虹谷くんの金徳、これはどうしようかね。まあこれもコツの状況次第かな。まあまだ1回目はどっちでもいいんで、どっちでもいいっていうか、そんなに決めるところじゃないんで。で、ルナちゃんの告白が起こってくれたんで OK ですね。だからここでもう練習はさすがにできないんで、デートに行きましょう。で、金儲けをしたとしても練習はできないかな。あ、サナちゃんの読書家、これは普通に行きますか。おすすめの漫画は、下はね成功と失敗があるんで。で、ショートにして、敏捷ポイントを稼ぎ出して、あ、だいぶ回復したね。あ、そうか、サナちゃんが来たからか。岩井くんか、やろう。どんどん金を突っ込んでこう。お願いします。うん、よしよしよし。あ、すげえわ。え、今いくら持ってる。この金がさ、前回来てればさ、センス丸すぐに取れたのに。ここはどっちでもいいんだっけな、確か。上で伸び骨か。伸び骨は確か1だから、じゃあ下にしてみる。これは経験点が1、2、3、4種類入って、積極打法、まあ、別に積極打法はいらないんだけどさ。アロマオイルなんとなく1個買っとこう。ストックしておこう、安いから。
黒ファイはでももうあるからね、金あるから、この70円のやつと30円のやつを買っちゃいましょうか。よしで、ここか、虹谷とさなちゃんとみずきちゃん誰もタッグが組めるとこまで行ってないけど、43円手に入ったね。監督評価もね関係ないからね、監督評価を気にしないでいける高校っていうのはねわりかし楽。よしよしよし、100円ゲットで、コントロール風薙くんがいけるようになったので結構もらえるね。やっぱり風薙はねプラゴにすると強いよね、本当に技術が稼げる。おお、コーファイブ会員権だわ。そうだそうだ、こいつくれんだよ、マジいいわ。ほんと黒金強化ね早く来てほしいよね。あ、ペイマネー渡してもよかったかな。しらすがね追加で来るのが決まったので2月の21からかな、長期メンテナンスが入るんで。うお、クレセントムーンがなくなる。コツを見ておこう。タッチか、なんかあったっけ、特にないよね。ここはじゃあルナちゃんで回復しよう。タイミング的にはいい感じだね、デートで一気に回復して全開までいくかな。まあ、シラスはね、まあ、面白いんですけれども、あと強い選手もね作れるんですけども、狙った選手っていうのがね作りづらいんですよね。キャッチャーとかはねほんと作りづらいと思います。まあ、それはちょっ と、シラスが配信されてからいろいろやっていきましょう。これはどうしようかな、なんかコツ取れたよね、牽制か、スタミナと変化球。いくら767円も持ってんの。まあでも岩井くんに託そう。 OKOK、 どんどん金が溜まってくね珍しいくらい金溜まってるよ。スカウトの評価上げてこう。あとは牽制牽制、脱散脱散買おう。ちょっと待って、しまった、これ使うの忘れたもったいなかったな。まあよくあるよくある、球速ボールっていくらじゃなくていくつ上がんの、1しか上がんねえのか3とかだったらな絶対買ったんだけどな。1で200円は高いよ。コントロール練習上げとこう、金あるし。え、精神ってどうなの、一応買っとく。500円くらい残しておくか。え、牽制どうする、さっき取ったかな、1個つかもう。これで敏捷をいくつなのか、7か、7だったら大丈夫かな。でもキレもね取らないといけないからね。奪三振は5にしよう。でクロスファイアも取っておくでしょ。対左は置いておいて、クイックも置いておこう。クイックも変えるかもしんないからね。まだそんなに評価が上がってないんだな、変化球キャラ以外の人が。よし、10円ゲット。ここはもう敏捷ポイントがあるからな。でもな、奪三振もコツには確保できたからストレートでいこう。12月の3週か。さなちゃんがまだ3か。これさ、今の評価状態だとルナちゃんってお正月起きるか。まあ、いや、とりあえず西田にコントロールコツも欲しいからな。だから今回はね
球速アピールで来てます。お、告白。デートならいいよ。で、さすがにルナちゃんの方があるよね。で、ルナちゃんは回復してくれるからね、バッティングセンターに行って少しでもポイントを稼いでおきますか。さすがにアベレージヒッターは取らないですけど。ははっ、サナちゃんかよ。まあいいけどさ、今回の焦点はね、サナちゃんだからね。体力の最大値上がるんだ、知らんかった。じゃあこれサナちゃんお正月だね、もう4あるし。虹谷もやっぱりくれるよな。サナちゃんは低め取って、打たれ強さか。打たれ強さも絶対欲しいってわけじゃないからな、もう。そう考えると、まあタックルいいか。あ、しまった、商品補充をしたって言ってたよね、見とくべきだった。ここは金を渡そう。いくら渡すの、ちなみに。全然選ばないんだけど、これ30円か。1K マネーが大体どれくらいの価値なんだろうね。 1K マネー1円だったらそれはしょぼいよね。だって30円だって言ってさ、引き下がらないでしょ普通。またゆかり様か、どうしようかな、減らしたくないんだよな。やべとかも監督は無理だからな、やっぱりやめるにする。200減るとさ、300まで落ちるんでしょ。ちょっともう守りに入ります。初売りだし、初売りでいいものが売ってれば嬉しいんだけど。おーっと、ちょっと体力は全開だよ。んー、どうだろうな、内角か、珍しいものはあるね。まジュースは買っておきましょう。みずきちゃんがねまた減らしてくるんで、その時に使いますか。で、筋力が足りなくなるからな。タイピン今いくつだっけ。なんか一回立川つかんだから、でルナちゃんとのデートでもまあ取れるっちゃ取れる。内角は珍しいんでもらっておきましょう。こんなもんか。筋力まあ300は取っときたいね。で、変化球を見て、ルナちゃんの評価ね、やっぱり低いよね。どん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 上がっていくキャラではないんで。ここでまた体力回復できるか。で、ルナちゃんはもう2回デートをしてあるんで、ちょっと変化球を鍛えていきましょう。フォークと、どうしようか、カーブあたりにしとく。で、クレセントムーン、ここはコツが来てる。虹谷だね。よし、コツ、コントロールゲット。コントロール練習が上がっていく。これでドクター K か。もう一回奪三振掴みたいんだけど。これはもう虹谷はね、会話でわかるんで。おお、来たね。これどうすんだっけ。なんか2人とも彼女とかだとどうかなるみたいなのあったよね。2人とも彼女だから、2人ともにするとタイピンは手に入るけど体力とかが減るんだよね。やる気も減るし、どっちかによるか。サナちゃんは打たれ強さ、ルナちゃんは根性取ってないから、ユザヨイさん
強化上げてこう。強化も少ないしね。まあ、これで筋力精神が100入って根性骨が手に入るのはでかいね。でダブルタックか、これはやろう。少しデートもね意識して進めていかないと。2人いるからね。よし、体力が減ってくれるのはまあ嬉しいかな。どうせ金儲けとバレンタインが来るから。600円、マネちゃんだな。なんかいいのくれ。おお、奪三振、これ奪三振使おう。もうゴー、高騰した。俺が金を持っているのを見透かされたな。あいつ金持ってるから踏んだくってやるみたいな。さて一応高騰してるけど見ていきますか。あ、パワースナック買っておこう。これは買っておく。であれが来たら使う。ちょっと高いよね。これでもさ、購買部会員券1回使ってるからさ、それでこの値段だよ。でも購買部会員券ってねかなり重要だからね。250円出してでも元取れるかな。いやきついな。いやここで高騰したのは割と痛い。あと1、2、3、4、5、6、これ使わないとね。これも使わないとね。あんまり溜めすぎると持てなくなっちゃうからね。で忘れないうちに、奪三振は取っておきましょう。でドクター K も取っちゃっていいか。そうするとで変化球は1上げておいて、練習にタックがないってことは、ルナちゃん行こう。ルナちゃんは回復しないからこの体力量であれば自然回復を狙って OK。ちなみにクレッセントムーンって依存とかあんの？休息とかではねないと思うんだけどね、さすがに。俺はね低めがうまいからね大丈夫でしょう。よしで一回高めで釣って、これでね振ってくれればいいんだけど。やっぱドクター K があるから。うおー、危ねえ。ここマジこれだけのポイント取れるのでかいからな。でタイピンが4になったよね。もう4でいいでしょう。じゃあでそこからコツがある。タッチ、タッチか。まあタッチのコツだね。伸び、よしよしよし。そうか、伸びを取っとけば伸びが4にできたのか。わあ60もらえるね、でかいね。ただメンタルは虹谷か。虹谷もな、2月の4週デートも進めたいんだよね。ちょっと待ってね、1ヶ月に1回デートしたとして2、3、4、5、6、7で6回で、まあ6月7月とかは2回デートしてもいいから。最悪どうする、コツを取りに行くかコントロールを取りに行くか。虹谷はまだな。コントロールコツが5になるのとさ3なのってどう違うの。いやまあそれ違うんだけどさ、コントロールをたくさん上げようとするとやっぱり5の方がいいんだよね。2月かこっちにしよう。回復してでコントロール5で立川が精密機械をくれて、体力はちょっと下がるのか。まあいいけど、700円か。どうする、やべとバイトする。ちょ90円くれっかんね。やべとバイトしよう。どうだ、うわ
ガハで、パワースナックも買っておいて、で、そうすると、パワースナックを使っちゃっていいね。5だからね。で、パワージュースを買っておこう。あ、使っちゃった。まあ、いいや。買っておくじゃねえよ。ちょっと待って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 。ここで、打球反応、ルナちゃんか。まあ、確かにあってもいいよね。臨床足りるか。本当に。ここはちょっと爆買いしよう。これも買う。これも買っていいでしょ。で、これも買おう。で、コントロールはもうさすがに、もういいから。コントロールでも5になるのか。まあいっか。普通に練習していけば、すぐ5になるでしょう。90円。お、フリマ。ここは緩急欲しいね。じゃあ緩急あればもうルナちゃんも緩急でもいいかな。で DVD はちょっといらないんで、まあ、これは普通に同額でいきましょう。 OKOKOK。 金回りに関しては今回結構いいね。コツを狙うか70円ワンタック。変化球がどうなんだ。少しコントロールを上げていきますか。もう一個上げるか。 C まで持ってこう。そこからのコツ、いや悩むな。32の134、70円入んのか。これでかいな。金に目がくらむからね。今回はあみずきちゃん初。あ、これもやろう。いくで、まあ短縮はすると。はやっ。特に何にもなかったな。で、商品補充が来たので、これは特にあれだよね、キャラを入れてないんで。金が減った、体力も減った。パワージュースを買って、タフドリンクは使って、パワースナック G はだってもういらないでしょ。牽制玉持ちか、まあ、こんなもんかな。メンタルに、メンタルにサナちゃん来てるけど、そんなにね稼げるわけじゃないんで、ちょっとやっぱりここはデートを進めていきましょう。回復できるサナちゃん、毎回回復が入るかな。サナちゃんはもともとさ、どういう性能だったかっていうのがあんま覚えてないんだよね、そもそも。金儲けをして、割と体力が戻ってきた。ここはもうマネちゃんだな、やっぱり。うん、まあ安定だね。これも金で解決しろよ。で、パワージュースすんげえっぱんな。強化精神、タイピンはもういらないから。まあ、この2つを買っておくか。パワージュース1個またストックしとく。1個使っちゃったかんね、やべ、イベントで。さて、虹谷のコツか。まあ虹谷はポイントくれるし、敏捷を少し稼げるから、ここは1回練習しておこう。やっぱここから2回練習1回デート、このペースだな。で、風薙の金徳が来たので、変幻自在をルナちゃんから取ればだいぶ敏捷ポイントが余るからね。牽制だとかそこら辺のコツに敏捷ポイントを回せるんだよね。メンタルか。だったらちょっとお出かけデートで、この体力だ
ったら、まあ、ちょっとルナちゃんで行くか。あ、そうか、まだ3周か。サナちゃんでもよかったね。もう一回練習しないといけないのか。あ、ここら辺はルナちゃん評価上がんのね。で、メンタルが来てるね。まあ、せっかくだからやる。あ、そっか、アイテムくれるからね、やっとかないと。1回は何くれんのこいつ。ときめきラブレター、まあ悪くはない。ダブルタックが来た時とか使わせていただこう。ラブパワーにならないかんね、そもそもこの編成だと。587円。まあちょっと宝塚と授業で守りに入ろう。また OKOK 大成功。こんなくれんだ。でまた購買部を見るけども、一応あれだな、なんていうの、入札が終わってから買い漁ろう。どうする、割と筋力が余ってきたね。でもね、スタミナが全然ないんだよね。スタミナキャラを入れといた方が良かったかな。やっぱりサナちゃんの精神があるから虹谷でいいかなとちょっと思ったんだけど、足りてないね。うーん、そう考えるとここでいこう。コツ、打たれ強さ、これでもう5だよね。分かってますと。まあ最初はもう100円でいこう。消えろ、よーし、消えた。おお、落ち着きなさい、落ち着きなされ。で購買部を見て、ジュースってどうなの。こんだけあるからね、いらないっちゃいらないよね。もう、あ、強化を使って、緩急も使っておかないとね。精神系が欲しいね。精神系がないけど、コントロールボールか、1だもんな。45円か。牽制買っとこう。コントロールボールもういいや、金あるから買おう。でこれも買うでしょ。でタックが来てるから、まあやりましょう。で次はもうちょっとデートだね。参加しない。ここは精神を稼げるんで一応見る。うん、ワンタックだったらもうちょっとデートでいいかな。サナちゃんを進めていきましょう。なんか選択肢とかあったっけ。まあ、それなりにでもくれるか。30回復の18 18 18、プラゴになれば多分20 20 20になるんだよね。で、ブランに行くか。バイトして金を増やそう。体力は別に減ってもいいんで。よし、今月いっぱい一回補充しときたいね。まあ何が来るか分かんないけど、クレセント面頼むぞ。ギャーンなった、ギャーンなったらダメなんだよこれ。しょぼ。まあいいや。じゃあこれはちょっと変化球ポイントを、精神も欲しいね。あとタフドリンク、デラックスデラックスとか、タフになりまくってもしょうがないけどな。もう効果ないんじゃないか。新竜石買っとこう。意味ないけど補充のために。ここでいいや。変化球、サナちゃんが来て、サナちゃんはもう精神ポイントをくれるはずなんで一緒に練習するです。あ、もうここで金使っちゃう。よし、100円出そう。パ
パワージュースデラックス、パワージュースデラックスだらけだな。ワンタック、ワンタックだったらいいわ。で、サナちゃんも3回目か。まだこっからはちょっとデートラッシュになるかな。で、ルナちゃんマジでどうしよう、どっち取る。あ、便所くれるサナちゃんここで便所くれるんだ。あー、金あってもしょうがないからね。もうちょっと練習しよう。うん、40ポイントでも体力27減のか。補充されなかったね。ダブルタックとか来てればやりたいね。どうする、あとデートが1、2、3、いや4週のうちに3回か。ダブルタックコツだったらな、やったんだけどな。どうしよっかな。怖いは怖いんだよね、カナデートがあるからね。購買部ちょっと見て、何も買えねえじゃねえかよで、そうするとクレッセントムーン取れなかったのがマジで痛いわ。じゃあシュートでも取っとく、なんとなく。で、あと金徳関係、敏将98か。じゃあクイック取っておいて、奏者釘付けだな、やっぱり奏者釘付けを取ろう。んー、これはちょっと怖いから一回サナちゃんを4まで持っていって、で練習できる体力量をちょっと保持しておいて、いい練習が来たらねそれをやって、基本はデートだな。もうコントロール、これはダブルかトリプルだったらな絶対やったんだけどな。もったいないよね、でもこれを逃すのも。まあ二股はね、ここがちょっと厳しいよね。ルナちゃん終わらせておくか。しかもルナちゃんまださ評価マックスじゃねえし。そしてスタミナが足りてないよな。みずきちゃん別にな、またスタミナキャラとかでもよかったかねいやもうそれはただ結果論だからな。Kマネーを渡したんだよね。もうその場で気づけよって感じだけど、あでも中身が見えなかったのかな。お金ですみたいな封筒だったら中身わかんないからね。117で上げられる？全然上げられねえわ。130必要か。じゃあ走者釘付けは取っておきましょう。対左は2か。骸骨をねいくつでくれるかなんだよね。あ、しまった。スポーツジムチケット使ってないよね、まだ。使うか。まあ、ここで負けることはさすがにないと思うんで。補填になったんだけどハードラック、ハードラック貴様。6点だからこれでもう9点になるのか。ホームランもし打てればコールドになると終わっちゃうからね。まあ、野手の場合はね別にいいんだけど、投手の場合はねやっぱりね投げ切るっていうのが必要なんで点取られたけど、やっぱ点取られると減るよな。紙くず、タックはワンタック、こっちはコツ。ただサラちゃんはもうあれか、5回目まで来たか。
ドリンクはあるからな。終わらせてしまうか。どこへ行くんだ。ああ、これサナちゃんってもともとどういうデートだったっけ。やばい、書いてない選択肢が書いてない、前のまんまだここのデータ。多分どっちかがどっちかだよね。キャッチボールだったっけ、キャッチボールしてたんだっけ。え、どうする。対左のコツがいくつになってるかっていうのもちょっと見たいよね。これやろうで下が多分先手必達かな。でもともと対左のコツはね1しかくんないんだよね。もう取れた、どうなった。おお、対左はかなり掴んで、左キラーもかなり掴んだ。これだったら左も悪くないね。見ますか。それでもこれだからねまあいいや、せっかくだから対左を取っていって、あとは練習だな、ひたすら練習。よし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 、技術だいぶ使っちゃったからね、左キラーで怪我しにくさ。あとあれか、全然スタミナがないんだよね。復活があるからね、スタミナ C とかには上げておきたいよね。スタミナ練習することを1回くらい考えると、55で止めておくか。コントロールは B かな。球速150までいけるかな変化球はちょっとシュートが伸びなそうだね。やっぱりクレセントムーン失敗したのがでかいね。折り辺はね本当に失敗するとかなり弱くなるのと、また例によってスポーツジムチケット使うの忘れたんで、ツーアウトランナー二塁という場面で岩井投げました。初球打ち、ジムチケット使ってればホームラン持ってけたかな。黒金追加点のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面、初球打った、何持ってけないか。ランナーは二塁変わりません。投げました、初球打ってきた、ヒット、黒金1点入りました。黒金追加点のチャンスを迎えました。クソ、ハードラックくんか。初球打って出た、これはヒットになります。ただめちゃくちゃ多い、おお、めっちゃ点取られた。めちゃくちゃ打ってくれるよねって言おうとしたら、まあしょうがない。おお、いい、ここで来るか。15下がったよ、ここは使い時だ。パワースナック10、あ、10しか戻んないんだ。スポーツジムチケット、パワージュースは2つ飲もう。あとずっと練習だな。変化球はワンタック。サナとルナさ、これ練習しとかなきゃまずくないか。ってことは1回ずつくらい。虹谷が来てるね、虹谷が来てるからこれはやっておこう。ね、ポイントもくれるからね、ほんと虹谷強いよね。で変化球のシュートを上げていきましょう。まあ3にはできるか、できれば444くらいには持っていきたいけど、エピローグポイントでね2人くれるからね、それも期待できるのか。このまま負けると多分ルナちゃんマックスでくんないから、いや、やっぱりあれをもう一個買っとけばよかったか。パワースナック G がさ結構売り出されてた時があったじゃないですか。もう一つを買っておくべきだったな。おお、危ねえデッドボールになったかと思った。あれ結局打者一巡した。このまま何事もなく終わった、やったー。
まあね、完封すればねポイントもらえるよね、割りかし。何より早いし。パワージュース、ときめきラブレターも使っちゃおう。ルナかー、ルナあげとくよね。ゲサナも足りてねえじゃん、マックス必要だよね。いや厳しいな、ちょっとここら辺に来て。あ1だけだったか。ルナの評価の上がりが悪いね。パワースナック買っとけばよかった、金はあったからな。1ってことはさ、じゃあさっきルナちゃんとさ練習すればさ1戻ったってことだよね。まあ、ちょっとそこまでの計算できてなかったからな、まあ、しょうがないとして、復活取ってなかったか。しまった、だいぶ持ってかれたな。精密機械も取ってないじゃんよくよく考えたら。牽制はもらっておこう。打球反応も取れるね。これルナちゃんのエピローグポイントがマックスにならなそうだな。お待たせ。さあ先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面で、こう入れてきたか、カットボール。第2球投げた、もうバッターよく際どいところを投げてくるね。投げた、インローギリギリ、おお内角をぐいぐい攻めてくるね。打ちました、ヒットになります。草間ヒットを放ちました。そして持ち、もチャンスが続きます。持ちちょっと早かった、投げた、持ち能力だけはね高いからね、やっぱり。別に持ちが出たから嬉しいかって言われたら完全にいらないからね。宝塚もそうなんだけどさ、宝塚はあれだよね、なんかイベント経験点が高いんだよね。使ったことないけど。どんどん打ってこう、点はね取れるときに打っておかないといけないんで。おっとこれはタッチアップか。結局打者一巡だな。またあー変わった、かわいそうにめった打ちにしてしまった。甲子園という大舞台で1回でノックアウト。でもこれをさ見ればさ、いや相手の打者を考えればしょうがないよねってなるよね。でルナ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 がいないと、サナはまあ OK。 どうする、上げとくか一応。まあルナ7上がるよね。で大西さんか、じゃあスタミナはちょっと C に上げておきましょう。球速はこれ以上いけないね。変化球も無理かな、伸びを一応持ってはいる。あ緩急取っておこう、せっかくだし。他あ勝ち運取っておこう。でバント封じ、敏捷あるからね、これも取っておこう。まあ、黒金はね確かにやってて楽しいけど、じゃあ強い高校かって言われたら、やっぱり強化がね来ないと物足りない感じはするよね。あとさ周囲とかさ波動の強化ってさ、もう常設にしていいと思うんだよね。だってもうそうしないと絶対やんないじゃん、通常状態でも。今更波動とかさやる気にならないしね。でいろんな高校を試せるっていう、ハワコとかもね、ハワコとかそもそも許可されるのかなパワフルサッカーだっけ、あれって今どうなの。パワサカは全然やってないんでね状況が分かんないんですけど、
でもまあ同じコナミ同士だからいつでも、え今何あいつエラーした、服部タイムリーツーベース、黒金なおもチャンスが続きます。いつでもコラボを組めると思うんですけど、だからちょっと難しそうなのはあれだよね、ルシファーだよね。モンストとのコラボはこの先組めるかって言われたらちょっと厳しい気がするんだよね。やっぱりルシファーはねめちゃ優秀なんで、これでツーアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。投げました、ストレートはもう第2球投げました、やべえ、ちょっと正面に飛んでしまったか。草間よく回ってくるな、もう嵐丸になってるし。第3球を投げた、外れたボール、バッターよく見ました、カウントは2ボール1ストライク、これは打つ、打ちました、ヒット、草間ヒットを放ちました、持ち、バッターは3番大金、黒金、やはり持ちか。これでツーアウト、風投げ初めてだな今回回ってきたの。打ってこ、どんどんめんどくさいから。とりあえず優勝はできたけどな。スカウトさん評価さ2回くらい上げたからさ、ドラ1になれるかな。こういうところで稼いでおかないとルナちゃん絶対もうマックスじゃないんで、どこまで下がるかだな。1じゃないか、2か。まあ、先発にしておきましょう。サナちゃん、サナちゃんはもう絶対マックスでくれると、技術を、お、伸びくれるんだ。でルナちゃんマックスでくれればでかいけど、あ、くれたくれたね、危なかった危なかった。これでいくつもらえる、9、まあないよりマシと、うん、7000弱か、まあ、黒金にしては悪くはなかったと思うけど、それではそれでは、まずシュートは欲しいでしょ。あー、手応えギリギリ取れないか、変化球がちょっと足りない、変化球ポイントが余ってるんで、あ、ツーシームとか取れるか、ツーシーム取ってこう、だと余ったの150にはできたね。でコントロールは A には持っていけないでしょ、精神が若干あるから、まあ打たれ強さはもらっておくか。伸び取る、伸び1、あ、尻上がりね、これ取っとこう、根性取れなかったね、結局筋力が少し足りないからリリース取っとこうなんだかんだで、ね、変化球ポイント使い果たしたな。で技術精神が余っててポーカーフェイスはいらないから、コントロールを上げられるだけ上げといて、まあこんな感じですね。というところで、まあルナちゃんとサナちゃん、まあ、デートができる高校であれば結構強いかな。まあサナちゃんがね、強化されたのがでかかったと思います。左キラーもね、コツ5で取れて、対左のコツが5で取れて、左キラーのコツが3で取れたんで、ここまでですね、やっぱ最悪ここまでは欲しいですよね。これで技術100だからね、使うの。ここまで持ってければ、まあ左キラーも取っていいかなというところを感じます。まあ、あとね、クレセントムーン失敗してるんでね、そこが、でかかったかな。クレセントムーン成功すれば変化球がもうちょっと伸びたと思うので、もう少し強い選手が作れたと思いますけど、やっぱあと風投げくん強いね。風投げくんとね、ルナちゃんのね、相性はね、すげえいいと思います。走者釘付け取れるんで。で、走者釘付け、査定的にどうかって言われると、ちょっと俺よくわかんないんだけど、まあやっぱりね、ルナちゃんの走者釘付けが取れるってことは、変幻自在のね、キャラクターを入れることができるので、まあそこら辺うまく組み合わせていけば、いろんなバリエーションのね選手が作れると思いますので、まあいろいろ試してみたらと思います。あとね、使いたいのは、バレ小高ちゃんですね。これもやってみたいんですけれども、シラスが先に来るかどうか
白洲はでも水曜っぽいから大丈夫か。バレー小高ちゃんやって白洲へ流れていきますか、というような感じで考えてます、じゃあ今回もご視聴ありがとうございました。